どうも、かんさくです。どうも、やみさくです。はい、お願いします。はい、さあ今日なんですけども、小部屋ということでちょっと僕は今日タオル巻いてないんですが、まあね、もうこれサムネイルとタイトルとこの絵を見たら分かるとは思うんですけども、まあ前回ね、あのメインの方でコジサックをタラちゃん風にしてみたっていうのあげたじゃないですか。そう、でまあちょっと正直私カジサックの髪の毛もね、やみさく、もうえらい伸びてて、でね、これまあ変な話というか、まあ緊急事態宣言出てますけど、まあ美容室さんに行く人は別に悪くなかったりするじゃないですか。そうそうそう、全然行ってもいいんですよ、ただやっぱり僕的にどうしてもやっぱり生まれたばっかりの春ちゃんが家におるから、やっぱりもう極力そこは避けようということで、もうほとんど本当に家にいるんですよね。って中で、まあ散髪もできてない状態の中でもう何ヶ月も経ってこんなことになってるんですよ。これえぐいでしょ、これ今いつもね、やっぱりタオル巻いてるからあんまり目立たないけど、実は取ったらこんなことになってるんです、はい、でもいよいよちょっと限界だなっていうことで、今日はちょっと嫁作にちょっと切ってもらおうかなと思っております、で、まあ、言うて嫁作もプロじゃないし、あと僕もね、もう言うても緊急事態宣言ってあとどれぐらいなのっていう感じやん、それが明けたら僕も美容室行こうかなと思ってるんで、今日はもうあくまでもちょっともう簡単に、簡単にもう短く全体的にバババって切ってもらって、で、僕が美容室行くことになったらそこで揃えてもらうっていう形でちょっとやっていこうかなと思いますんで、もう早速じゃあ行きましょうか。行きましょう。もうバシバシ行っちゃって、どっから行くの？襟足、後ろ、後ろの時じゃあ俺こっち向こうか、そう、分かるぐらいから、ね、くるくる回るか、そうね、そうね、ちょっとまあ今日はゆるくね、僕の髪型をかっこよくしてみたっていう動画じゃないから、とりあえずまあ散髪動画なんだけど、ちょっとトークメインでいこうかなと思って。オッケー。そう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 、そもそもね、実はちょっとカジサックって実はめんどくさいのが、あれなんですよ、やっぱり取りだめ問題があるじゃないですか、やっぱり30本ぐらいってよく最近言ってるけど、取ってる中でさ、やっぱり、まあ、嫁さっくんも分かってると思うけどさ、どの動画をどこで出すかっていうのはさ、まだ全部全部30本決まってるわけじゃないやん、って中でね、何が言いたいか、きまーす。え、結構俺大事な話をしてたの、そうそうそう、でも切るから、まあ切る、まあ大事だね、切りますよ、大事なんですけど、何が言いたかったかっていうと、極端に短くできないんですよ、これなんでかっていうとね、さっき言ったように動画いつ出すか分からへんと、急にね、動画によってじゃあ髪の毛短くなってたり長なったり短なったりっていうことが起きえるわけですよ、っていうことを考えた時に基本的に長さはずっと一緒、もしくはまあ伸びてたら伸びてたら別にええねんけど、とにかく一番ちょっと厳しいのが僕短くすることなんですよね、だから実はちょっと長めだったんですよ、カジサック始まってからずっと。そうだね、ずっと長いよね。そうなのよ、だから結構言うてこまめに2ヶ月1ヶ月に1回は僕美容室さん行って切ってもらったり実はしてたんですよね、結構細かく言ってたよね。そう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 、でもなんか嫁サックとそういう会話をさ、した時にさ、いつもお嫁サックが言うのは私は短いのがいいって絶対言うよね、短い方がいいと思う、短い方がいい、それどういうこと、短い方が俺が似合うってこと、そう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 、もうだってしばらくしてないよな、短く、そうだね、本当にしてないよな、私だって正直言うとさ、ウエストサイドのさ、写真集実家にあるじゃん、カジサックの。ああ、僕のね、実家にウエストサイドっていうのはね、昔島田紳助さんの番組で人間マンダラっていう番組がありまして、そこでランディーズさんとロザンさんとキングコングでユニットを組んだんですよ、紳助さんの企画で、そのなんかアイドルグループみたいなのがあったんですよね、その写真集があって、それがうちの実家にあると、であの髪型好きだもん。ああ、めちゃくちゃ短いな、あれ。あれちょっと、カールかかってる短いやつがすごい良かった。ああ、そのイメージがあるってことや。あれにしてほしいなってずっと思ってる。今も？うん。うそん。あれ今やったら多分見てられへんと思うで。なんで？
やっぱりあの時ってさ、その写真集っていうのが、うん、はい、反対向きまーす。テス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 テ向きすぎだからあの時って、うん、でも20歳とか、うん、それぐらいやからもうバッキバキなわけ、体とかも顔とかもすごいバッキバキだったね。あの時もバッキバキ、体もね、顔もね、うん、っていうの、どういうことかっていうと、単純に僕ね、あの時多分体脂肪率6とかなんですよ。そうね。で、体重自体も40、多分7とか8とかやね。私が見たことないお腹してるいや、そんなことや、出会った時は俺、腹違う違う、一番太ってた時だよ、あの時。あ、そうかちょっといろいろあってね、うん、僕はあのちょっと奇病にかかってそうまたその奇病の話はどっかでまたゆっくりしますわ。ある病気かかったんですよね、俺が、うんうん、でそれのお薬が副作用で、太るっていう副作用があって、うん、でギンギンに太ってる時に嫁サックと出会ったんですよね。うん、そうそうそう、一番太ってる。そうそうそう、で、あのなんだっけ、ブルースリーみたいな髪型してた時でもこの絡みになったら毎回言うけど、うん、とりあえずワッキーさんに謝らなあかんワッキーさんとは言ってない私。いや、もうブルースリーの髪型イコールワッキーさんみたいなのがあるのか。ワッキーさんとは言ってないよそう、で何が言いたいかっていうと、うん、やっぱり今俺言うても太ってるから、うん、あの当時の髪型したとって似合わないと思うよ。そうかな、でも短いのいいと思うよ。え？短いの似合うと思う。そん時の写真ちょっと探して貼ろうか、ここに、うん、あのウエストサイドのやつなあ、うん、多分あったら今もずっと貼り続けて見てくれてると思うわ。その前に出てると思うわ。うんうん、そうなんすよね。でもなんせもう家事サックを続けてるうちは、うん、あの髪型にすることはでもないな、はっきり言って。それはでもなんかちょっと変えてみてほしいなとは思うよね。だってさっきの俺の話なんか結局、うん、急に短くなったり短くなったり長くなったり長くなったりがちょっともうやっぱり違和感ない、さすがに。それともあれ、これだけ言ってたらいいんじゃないって感じ、そのストックって最初全然言ってなかったね、ちゃんとこういうこと。うんうんうん、ね、いや、タオル巻いてるから大丈夫じゃないと。あー、でももみあげとかさ、うん、言ってもまあ俺自分で言うのもあれやけど、ちょっとトレードマークやと思ってんねんけどちょっとごめんなさい、うん、ちょっとハサミ止めて一回。何へへへへいや、なんでもない、やめてそれへへへへへって何？何でもない、何でもない、気にしないで。気になるやろ、へへへ気にしないと思ってんのよ、うん、そこでもみあげやっぱり短くしたらもみあげもそれは必然的に短くなるわけやん、うん、襟足もそうやけど、うん、そうだからおかしくなるんじゃないかなって俺は思うわけ。うん、あとあれやね、僕はあの外出るとき基本絶対帽子かぶるじゃんか、うん、そうそうそう、だから襟足も長めやったりするんですよ。それはもう結構昔からこだわりやったんですよ俺。うん、でも襟足は短くてもいいんじゃないかなって思ってる。帽子が似合わないのよね俺。そんなことないよ。うん、できた。うん、喋りながら器用やね。僕ね、髪の毛自体は太くはないんかな確か。そのいや、太いんだよ。太いんやったっけ、うん、で俺確か言われたんをすげえ覚えてるの、多いって言われた髪の毛。そう、夫婦で多いって言われる。夫婦で多いって同じとこ言ってるんですけどそう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 、でも俺聞いたら太くはないっすよ。あ、ほんと？うん、太さは普通だけど、うん、とにかく量が多いって言って、うん、そう、だからめちゃくちゃ空いてもらうもん、いつも行った時。私も空いてもらう。山さっく太いよね、多分髪の毛。硬くて太いよね。でキューティクルがめっちゃ強い。ことちゃうもん、でもキューティクルが強いっていうのは。だからパーマとか、うん、あとはアイロンでこう巻いたりとかしてもこうかかりづらいっていうかさ。あー、なるほどね。うん、まあそういうのはちょっと嫁さっくの話もしようよ。私嫁さっくの髪の毛の話を。私の髪の毛、うん、うん、結構まあいきなり切ったりするやん、短く。いきなり、そう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 、うんうん、で実は結構長い時期もあったりしたよね。もうこの解釈チャンネル始まってからはなかったけど。ああ、そうだね。うん、あの女性ってさ、うん、ベタにさ言われてるのは失恋したら短く切るとかあるやん、うん、まずあれはほんまな。男性ってないと思うんですよ、その髪の毛で失恋して髪の毛どうこうとか。へえ、全然ない
いやいや、じゃ あの嫁サックもそうやし、うん、その一般的に言われてるあるあるやったりするやん。聞かないなあ。じゃあないってこと。聞いたこともないかもしれない。友達とかでも、うん、なるほどな、まあ、きうん、私結構ずっと短いからさ、うん、小学校3年生の時は長かったけど、うん、それ以来ずっと短いかも。いやでも俺と結婚してしばらくした時長かったやん結構。それ妊娠してるからだよ。特にあの当時カンナの時なんてもう全然いけなかったから。あ、じゃあ別に気に入って伸ばしてたわけじゃなかったんだ。そうそうそう、あ、伸ばしてみようかなとは思ったけど、やっぱり私太くて多いからさ、うん、そう上手に伸ばせばいいんだけど、やっぱりもう我慢できなくなって切っちゃう。切っちゃうっていう。うん。一回すげえ長い時あったの覚えてんねんな。あるある。あるよね。うん、まあでもぶっちゃけあれか、俺が言うのもあれやけど、やっぱり子育て家事ね育児やってると、うん、髪の毛も気にしてる時間もなかなかないか。そうだね、もうなんか。当時カンナが幼稚園行くまではまあ外もほんと出なかったし、ママ友もいなかったし。出れなかったんやったっけ外に。うーん、まあ、こう当時も大変だったしさ。だってまだその時も嫁さんが21。カンナが生まれた時は24、ね、24でね、うん、そうやな。そうそうそう、だから不思議な感じ。この間ね2人でちょっと喋ってて、うん、ね、当時を幼稚園入れた時、幼稚園入った時が嫁作が24ぐらいか、うん、24ぐらいで、で入ったら入ったでこう同い年のママが全然いなくて、うん、周り見渡せば30代後半だったりとかのママさんがいて、まあ、嫁作的にはやっぱり最初は気使うもんな。まあでもなんかあまりに多分自分、あ、でも合わせようとしてたかな、なんか最初、うん、でもだから当時に自分で靴履きなさいって言ってたのをびっくりされたのはあるよ、うん、それなんで。え、なんか全部 やってあげちゃってるのかと思ったら、ちゃんと育児してんだなと思ったって言われた。だ、結局そういう目で見られがちやねんな、やっぱり若いと、うんうんうん、そうそう、料理とかも全然してないと思ってたって言われた。俺さ、何なのって思うねんけどな、そういう人たち。なんでその若いから、若いイコールちゃんとやってないみたいなさ。うんうん、嫁さっくんはめちゃくちゃやってたやん、ぶっちゃけ。やってくれてたやんか。まあなんか、ちゃんとやんなきゃなとも思ってたし。そう思われんのも嫌やし、みたいなね。そう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 、なんか悔しいじゃん。うん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 。で、まあ、そんな話をしてて、今気づけばね、うん、嫁サックが、まあ、本来せんちゃん幼稚園行ってるやん、うん、今ちょっとまだ休みだけど、うん、今嫁サックの年齢が34ですよ、34、うん、ってなった時にね、話してたんは今入ったらまた、ね、当時の嫁サックの年齢ぐらいのママさんがいるんだなって考えるとなんか感慨深いよなっていう話をしてたんですよね。そうそうそう、もうおつぼねみたいな人だと思って、私あんなにフレッシュな若手やったのに、そうそうそう、今もベテランやもんな。そうそう、内緒に孤児の時でも、うん、まあ、自分からさ、4人せんちゃんお腹にいる時にじゃあ2目なんですとは言わないじゃん。そうね、静かにしてて、うん、でそしたらやっぱりさ、うん、お二人目ですかって言われるじゃん、うん、いや、違うんですって言ったら、あ、じゃあ3人目ですかってなるじゃん、うんうんうん、あ、違うんです、って言ったら教室中が、何年な、うん、そうそうそう、なんかいろいろ感慨深いよ、本当に。月日が経つっていうのは早いよね。早いよね。だそういう意味ではさ、さっきの話じゃないけど、うん、やっぱり若くしてこうね、子育てして幼稚園通ってって言ったからでさ、うん、髪型もさ、うん、意識してたよね。ちょっと黒くした方がいいのかなとかさ、そう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 、色もね、うんうん、気使ってたな。そういや、ファーマーは当てない方がいいのかなとかね、服とかも、うん、うん、
一新した気がする。幼稚園入って一回もそれまで買ったことなかったベリーを買って、ベリーってママ雑誌ね。あ、ベリーっていうママ雑誌があるのね。そうそうそう、うん、まだやっぱりその時20代前半だから、うん、どんな服を着ていいかもわからないし、はいはいはい、そうだからそのママ雑誌を買って研究した、うん、すごい努力してるんですよ本当に。幼稚園ではこういう風にした方がいいよとか書いてあるからさ、うんうんうん、そうそう、分からんのが当たり前やしね、まず、うん、でもさっきの話じゃないけどほんまにちょっとそういうどうせみたいな目線はやめてほしいよな、若いからみたいな。まあでもやっぱり楽しかったけどね、それで仲良くなってくれる人がさ、うん、いるわけじゃん、うんうん、鍵打ち叩く人もいたかもしんないけど、うんうん、まあ最終的には分かってくれたらいいかなと思ってたから別に。なんかちょっとだけ似てるよな、 YouTube に挑戦した時の俺と。ん、要はさ、あなるほど、うん、散々言われてたからね俺陰で。陰どころかもう漏れてたしぶっちゃけ俺の耳にも全然入っててんけど、うん、でも俺の場合はその嫁さっこの若い時の子育てと違うのは、うん、もう全部なんだろう分かってたというか、そうなるのが、うん、だから全然もう構えてたから、うん、何らショックでもないし、うん、なんだったら絶対見返してやるっていう気持ちの方が強かったから、うん、辛くはもう1ミリもなかったんけど、うん、でもすごいあったよねその声っていうのは、うん、だよね、異質だもんねやっぱり。まあ新しいことやからね、新しいこと、うん、っていうのに対してやっぱり人って拒否反応を示したりするから、うん、特に叩きやすかったよね絶対、うん、世界的にね、お笑い芸人の世界から YouTube の世界へっていうのが通る。えいしょい、嘘やろいや聞いてる聞いてる全然聞いてる。そう、うん、もう今のくしゃみで話どっか行きましたわ何やったっけそうよ、だから異質よ、うん、そう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 、そうお笑い芸人の世界からさ、うん、YouTube の世界へ行くっていうのがまた叩かれやすかったから当時は、うん、今はもうね当たり前になってたりするやんか。そうだね、それでも、それでも言うてる人おるから、まだまだ全然おる全然おる。それでもやっぱり俺は YouTube の視聴者さんのいいところでもあると思ってんのよ実は、うんうんうん、それなんでかって言ったら、要は YouTube をひたすら愛してるのよねその人たちって、うんうん、本当に自分たちが好きな YouTube にそのプロのタレントさんが入ってくるのがいいやっていうのは、うん、俺はちゃんとした意見だと思うし、うん、何も悪くないよね。いいこと、いいだろ、うん、でもなんか深い話もしてできたよなんか、うんうん、でね、そういうさっきの話戻るけどさ、うん、YouTube の世界がすごく好きで、うん、タレントさんは嫌だって言ってる人たちもいざタレントさんを見た時に、まあやっぱり面白くないなって思う人もおるだろうし、うん、あ見てみたら面白いやんって思ってまたその人たちのこと好きになるっていうのも別にいいやん、うんうん、そうそう、だからそこに正解不正解は俺はあんまりないと思ってんのよね。まあね、うん、こう好きなカレーの味が違うみたいなかな、好きなカレーの味が違う違った、いやまあ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 、うん、そうとも言うんちゃうで違う味のカレーが好きになっても全然悪くないやん。 そうそうそう、それって全然、うん、でもなんか嬉しいよね俺は本当にいろんな人が始めてくれてね、なんかすごい、はあこの人もこの人もみたいになって。まあでもそれはやっぱり一番でかかったのはこのコロナの問題が一番でかかったんやろうけどね、うん、うん、でもここで喋る話じゃないかもしれないけど、うん、俺全部一応チェックさせてもらってんねん、させてもらってんねん、
すごっ、見たい、気になる、やっぱり言うても、うん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 、で見てるけど、もちろん名前は誰とか言わないよけど、うん、でもやっぱほとんどの人が多分厳しいと思う。本当やっぱりそら、例えばね、うん、天才っているやん、うん、天才、うん、芸人さんの中でも天才っているんですけど、うん、天才はね、それ何やってもやっぱ成功するのよ天才は、うん、やっぱりそうじゃない人の方が多いわけやん。天才じゃない人、うん、うん、がほとんどやと俺は思ってんだけど、そういう人たちはやっぱり新しい世界で挑戦するにあたって絶対にその新しい世界の勉強ってしなあかんと思うよな俺、うん、それをしてないと成功しないと俺はね思ってんねん、うんうん、全然違うからねテレビと YouTube って。だからやっぱりさ、うん、自分の見せどころ、うん、ここが強いっていうところを上手に見せれる人がいいのかな。それはもう大前提よね、うん、それはもう大前提。もっともっと大事なことがあったりするかな、それで言うと。でもあんまり喋ると俺炎上するから、うん、やめとくわ、ね、この辺でしとき。けど間違いなく増えることは俺はええことやと思ってるから、うん、ただこれだけ増えてくると一個懸念するとするなら、うん、チャンネル開設して、うん、例えば回数だったりとか、うん、チャンネル登録者数だったりとかが、うん、思ってたよりも伸びなかった場合、うん、その人たちが損する可能性があるってとこかな。あーなるほどね、うん、なんていうの、その YouTube にたくさんそういう芸能人の人が参入してきて、うん、ほんとテレビ局とかもいっぱい入ってくるのかなと思って。あーじゃあその話しようか。うん、俺これひょっとして初めてするかもしれんねんけど、うん、自分のチャンネルで外ではね、うん、結構言ってんねんけど、うん、俺は次テレビ局がするべきことやったりすんねんけど、うん、と思うねん俺はね、うん、全番組が、うん、あまあ全番組とまでいかんか、まあじゃあまずはバラエティが、うん、俺は絶対チャンネル持った方がいいと思ってて、ね、公式チャンネルみたいな。そうで裏側も見せれるやん。全部放送するんじゃなくてってことね。いやいや、あのテレビでオンエアすることはオンエアせんでいいと思う。それは戦略として、うん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 、そうじゃなくて、うん、一番わかりやすく言うと俺はもう出させてもらったダウンタウンナウさんあるやん、うん、あの番組ってさ、うん、俺らが出た時も正味回した時間、カメラが回った時間って40分から50分回ってるんですよ。でオンエアがだいたい20分ぐらいでしょ、うん、僕その使われてない未公開を流すっていうこと、うん、例えば、うん、そうで、例えばバラエティだけじゃなくても、うん、報道系でも打ち合わせしてるとことかも見たない、ちょっと。確かに。そうだから使い勝手はもうめちゃくちゃいいし、いろんなとこでどんなネタでもちっちゃな狭いネタでも十分見応えのあるものに俺はなると思ってんのよね。緩くていいからそこはね、うん、俺はね、これね、マジで思ってんねん。でもね、俺増えると思ってる、そこもテレビの番組のチャンネルっていうのは、うん、何人かには実はもう言ってんねんけどね、俺、うん、あのやってくださいよって、うんうん、お願い して、うん、でも絶対増えることになりますからって自信満々で言ってるわ、でもそこは。でもいいよね、それ。え？そしたらだって違法アップロードがなくなるじゃん。違法アップロードはね、なくならないね。なくならないね。違法アップロードはね、やっぱり今ので言うとオンエアしたものを流すから。そっか。でも俺オンエアしたものを YouTube チャンネル、公式チャンネルの番組が流すのは俺絶対ちゃうと思うのよ。そうなんだ。うん、だって YouTube でやん、うん、ってなると。じゃなくて未公開のを流すことによってそれを見た視聴者さんが、うん、うわおもろこの番組、こんなんテレビでやってんねや、
テレビ見てみようって言って俺はテレビに見るんじゃないかなと思う、うん、そのメリットが一番よ、やるべきだなって思う理由としては、うん、そのお金云々とかじゃなくて、うん、ずっと言ってるじゃないですか僕、そこの架け橋で言うて視聴者さんもいろんな人を橋渡ってほしいって言ってるじゃないですか、うん、それだから僕じゃなくてテレビ局の人が自分たちで橋作ったらいいんですよ、うん、これさ、うん、前髪どこまで切る？あ、もうこれぐらいでいいよ、これぐらいでいいよ、あ、めっちゃええやん、いいと思う、めっちゃよくできたと思う、めっちゃええ感じ、うん、横は切った？この俺の、あ、ヨミさんここ行ってや、ここもうガッサ行って、ここ、ここごっつい嫌やね俺、この耳の後ろのこのここ、うん、めっちゃ当時の携帯当時の携帯、今ちなみに夜なんですけど、うん、子供たちさっき寝かしつけ終わってこの時間にやっぱ LINE 入ってくんねんな、知らなかった、ティコンティコンって今聞こえてたと思うんですけど、うん、当時の多分グループ LINE よね、うん、あ、なんかもうだいぶすっきりした感じする、嬉しい、私上手だと思う、いや上手だよ分かんないけど、いや上手、もう小さくのやつもやっぱりコメント欄もたくさん来てたけど、うん、特に目についたのが、うん、プロの人たちよね、美容師さん、うんうん、からもたくさんコメントいただいてて、うん、嫁サックは本当にうまいっつって、マジで、でいろいろいっぱいあったから、うん、うまいんよ絶対、俺は怖かったっていっぱいあったな違うっつって、もう出来上がりは良かったけどバリカンの方向は知らなかったね、知らなかったわ、やっぱりそりゃ知らんわ、使ったことないねもう、その説明書読めって話なんだけど、本当に僕ら説明書読まない系 YouTuber なんですよ説明書読まない系夫婦やもんな、そうそう、どうこれ、あーいいよ、すごくいいと思う、いいね、うん、いいじゃん、うん、すっごいいいと思う、本当、うん、どうでしょう皆様、ちょっとは短くなってすっきりできたんじゃないでしょうか、うん、まあ今日はね、あくまでも何回もごめんなさいんですけど、うん、おしゃれにするとかいう企画ではないんで、うん、次美容室さんに行くまでの、うん、本当にちょっとしたなんていうのこういうの、散髪え散髪、まあまあいいっすわ、ちょっとした散髪だったんで、うん、嫁が旦那の髪を散髪、うん、ただ本格的じゃないよっていう、うんうん、でもなんか思いのほかいろんな話できたんじゃないかなと思いました、うん、いやー嫁さんありがとうございます、うん、でもしね、うん、もしもまたね、まだどうなるかわからないし、うん、緊急事態宣言もなくならずにさ、うん、しばらくまた行かれへんだったらまたお願いします、はい、はい、とりあえず今日は嫁サックが僕の髪の毛を切ってくれたという動画でございました、はい、何を話したか3割しか聞いてません覚えてません、ちょ結構いろいろ話したね、これからもカジサック、ヨメサックよろしくお願いします、よろしくお願いします最後まで見ていただきありがとうございます、チャンネル登録お願いします、 Twitter のフォローもお願いします、またお会いしましょう。